ちょっとまあ、ないやねん。ちょっと加藤さんと二人気まずいちゃう。そんなことない。そんなことない。そんなこと、そんなことない。気のせいですって伝えておいてください。うん、もう、鳩なら、鳩なら鳩らしく。ただ、なんだろう、そうだね。でも、やっぱりね、オニアの方が、その、なんだろう、歳も近いから、ちょっとなんか、なんだろう、ちょっと遠慮しないと、あ、でも、そう言うとなんか、ちょっと遠慮してる、あ、もうどういう、言い回しが難しいな。うん。違う、違う、なんて言えばいいんだ、これ。確かに、加藤さんの方が近いけど、加藤さんのが近いけど、その鬼は年下で、うん、鬼のが年下で、いや、後輩違う。嫌いじゃないんだけど、わかった。じゃあ論破します。はい、じゃあ論破します。はい、じゃあ論破します。ですね、じゃあ皆さん、道端に、加藤さんと、あとは、オニアが道端で、歩いてるとします。あなたは、ファンです。どちらかに絶対話しかけなければいけません。どっちに話しかけますか？オニアじゃないですか？なんか、加藤さんに話しかけるとなんか、たまになんか、わかんない。もしかしたら、1000回に1回ぐらいキレられるんじゃないかっていう。違う。やっぱり遠慮しちゃう。ちょ、やっぱり違う。なんだろうな。なんか、オニアは違う。加藤さん、俺、視聴者だから、俺、10年前からずっと見てたの、加藤さんの配信を。で、オニアは全然ファンでもなんでもないの。わかるか、この差が。この差がわかるか？この差が。オニアは別に、昔からの視聴者でもなければ、そういうなんか、なんだろうな。だから、加藤さんは、俺、10年前からずっと、ニコニコで見てたから、なんか、もうなんかその、なんだろうな、見てる側っていうなんか、意識もたまに見え隠れしちゃうというか、わかるか？そう、あとね、やっぱ加藤さんに、もしなんかさ、加藤さんに、もしなんか、話しかけるタイミングじゃない時に、俺ってよくタイミング間違えるじゃん。ウルハ、ルシアの件に関しても、マフマフの件に関しても、タイミング間違えるじゃん。だから加藤さんに、なんかそのタイミングを逃した、その、良くないタイミングで話しかけてしまった時に、もし万が一、それで俺が嫌われたりしたら、俺はそれがちょっと嫌だなっていう気持ちと、で、オニアには別に嫌われてもいいっていう、どんなタイミングで話しかけても別に嫌われてもいいっていう、気持ち、わかりますか？この、俺、加藤さんにだけは嫌わ、人生で俺、誰に一番嫌われたくないかって、俺、加藤さんにだけは嫌われたくなくて、その嫌われたくないっていう気持ちがもしかしたら、加藤さんから見て避けてるという風に見えてしまってるのであれば、じゃあ俺もどんどん、いいんですか？俺、じゃあ加藤さんの脇腹とかいきなりくすぐっちゃっていいんすね？わかりました。わかりました。じゃあ俺はもうその俺は壁を越えますわ。うん。わかりました。じゃあ俺は今そこの一つその壁を俺は取り払いますわ。もう配信中に電話かけちゃおっかな。今生配信してんだよね。もう電話かけちゃおっかな。もう知らねえから。わかんない。俺もう0か100かだから。一番キレられるぞ、そんな。一番キレられる。配信の邪魔されるのが一番嫌だって本人も言ってたのに、それを自分から壊しに行くのか。まずいっていうか、加藤さんのリスナーに申し訳ないわ。加藤さんもそうだけど。加藤さんの視聴者に申し訳ないわ。なんか俺風情がいきなり、なんかね、だって加藤さんの配信を生きがいにしてる人だっている中、その貴重な時間を俺の電話というので潰してしまうことによって、その視聴者に、なんか申し訳ないっていう気持ちもあるから、うん。ごめん、なんか、なんだろうな、なんかやっぱそこ社会人が出ちゃってんのかな。違う、俺年功序列で育って、俺今までさ、年上の人にずっといじめられながら育ってきたのね。中高の時もそうだし、俺中学校の頃に今卓球部だったんだけど、先輩の卓球部のラバー、張り替えたての、そのラバーゴムの部分を思いっきり踏んづけて、で、それしらばっくれて最終的に俺、先輩に一生いじめられることになって、それで俺そのまま、卓球部幽霊部になったんだけど、なんだろうな。逆に何？加藤さんは、もっと、俺は何、何なんか、ぐいぐい言っていいんすか？逆に言えば。逆になんだろうな。配信になった方が俺加藤さんに失礼できるんだよな。
要は、アマンガスで開始1分で、要は、キルしちゃったのを加藤さんに罪なすりつけたりとか、逆に配信内のが加藤さんに失礼働けるんだよな。なんか逆、俺も逆でありたいと思ってるんだけど。そう、それもじゃあ俺ビジネス失礼なのかな。わかんない。俺ちょっと、なんだろうな。俺、わかんない。何が、くそ。加藤純一潰すわ、ね。もう、どうにでもなれ、もう。これ無限ループするわ、もうこれ。加藤純一潰すわ、ね。ははははは。さすがに船降ろされるだろこれ。潰すワンってなんだよ。メカドックかよ。加藤純一潰すワン。潰すワンって何？マジか。いやでも加藤さんにでもちょっと避けられてるって思われてたのはちょっと俺の付き合い方が俺考えるほどダメなんだよ。あのさ、要は大学デビューしようとして俺失敗したことあるんだけど、その時もどうやったらこの人に仲良く、この人と仲良くなれるのかなっていう風に考えれば考えるほど、なんか俺自身が気持ち悪くなっていって、で、なんかそのナチュラルに接せれなくなって、結局それでなんかその距離が空いてしまうっていう、ことがあって、どうしよう。俺が、俺じゃなくなっ、じゃあ俺鏡を見ながら、そっか、鏡を見ながら、加藤さん、お元気ですか？じゃあ俺今ちょっと今カメラで、自撮りの、自分の位置にカメラつけて、加藤さん、今日もいい天気ですね。加藤さん、加藤さん、加藤さん、元気ですか？加藤さん、今日もいい天気ですね。加藤さん、今日の都合はどうですか？加藤さん、加藤さん、なんで謹慎したんでしたっけ？加藤さん、ダメだ、ちょっといじるぐらいがいいんだ。加藤さん、なんで1ヶ月間謹慎したんでしたっけ？ちょっといじるぐらいがちょうどいいんだろうな、多分これ。ダメだ、ダメだ、こんなことすると、こんなことするともう、ダメだ、もう終わっちゃう。終わっちゃう、もうダメだ。だから俺、本当に一番不器用なんだよ、俺は。無理なんだ。ダメだ。全然、わかんない。俺、0か100違う。人との接し方がわからん。人との接し方がわからんよ。くそ。人付き合い下手。下手だろ、だって。だから俺ずっと言ってたん、中高とか学生時代ずっと友達いなかったって言ってるだろ。それで、だって人付き合い下手じゃなかったら、そもそも中高大、小中高大で友達できてるだろうが。そんな、どうすりゃいいんだよ、俺は。わかんない。極端だから、だから人と接する機会が少ない状態で33歳になっちゃったから、そうなっちゃったんだよ。だからわかんねえんだって、俺も。じゃ、人と接させてくれよ、もっと。だから、多分、じゃあ俺は、だからもう経験、あとは経験だよ。あとは経験。ゆうたと二人は嫌だって言ってたの？ゆゆたと二人は嫌だ。ゆゆたと二人は無理。怖い。ゆゆたと二人は無理。怖い。俺、加藤さんが俺を恐れてる。ボーリングの球速いから怖い。それは物理的なものじゃん。で、電話して、でも電話していい。15ポンドで俺26キロ出すけど、でもそれになんの、それは別にいいじゃん、その人の。それはもういいじゃん。それはただ力がちょっと人より強いだけで。俺ボーリングするときずっと15ポンド使ってるから、一番重いやつね。15ポンド。いや、トツはやめる。近々加藤さんに会った時に、とか LINE しとくわ。
明日お茶どうですかって、明日お茶行きましょうLINE 送ってくわ。明日二人でカッコ二人でカッコとじお茶どうですか。二人でお茶しましょうか。サテン行きません、サテン、うん、近所の新宿の、じゃああれなんだっけ、ルノワールだっけ、あれなんだっけあのちょっと高いコーヒー屋、ルノワールだっけ、なんだっけ、アルセウスじゃなくて、なんかあるよね、なんかあの違う、あのコメダじゃなくてルノワールじゃなかったっけ、ルノワールだよね。ちょっとあのまあ、高いけど、なんかそういう作業とかなんか打ち合わせとかするのに一番いい場所、ルノワール。うん。で、ちなみに実はね、みんなで麻雀やるなんかグループラインみたいなのもあるんだよね。そこにも飛ばす。麻雀やりたいです。もう0か100かで行こう。もう0か100かで行こう。さて、もう関係ない。どこまでも行く。いや、わかんない。距離でも、だって、距離感が離れてるって思われたなら近づけばいいんじゃないの？わかんない。そんな単純なものじゃないんですか？相手にちょっと距離を取られてるっていう風に感じ取られてるのであれば、その距離を詰めるのが僕の務めではないんですか？違うんですか？加藤さん、なんで遊戯王やめちゃったんですかとか、LINE 送って、加藤さん、遊戯王を僕とやりませんか？かっこ二人で。少しずつの方がいいのか。そっか、もう難しいんだよな。だから俺、なんだろうな、その、女性関係とかでもそうなんだよな。なんて言えばいいの？その、友達にはなれるのよ。なんか、例えば遊ぼうって言ったら来てくれるのよ。なんか、誰々と今いるからちょっと一緒に遊ぼうぜって言ったら、女の子も来てくれるんだけど、でも、それなんで来てくれてるかっていうと、俺が絶対手を出さないからなのよ。その、なんだろう、俺、女性に手を出すっていうのはもう、なんだろう、もうカップオブエースだと思ってて、もうコインが出て、表なら成功で、裏ならもうそれは破滅で全除外。手札もフィールド上も全部破壊されるっていうぐらいのもんだと思ってて、つまり、要は、友達間、女性間の友情が、その、告白ということによって、ただ手を出したり告白することによって、もしそれが OK ならそれはいいんだろうけど、もし失敗したらもうそれ全てが終わるじゃん。そう。だから逆に、しかもそれで手を出すって話になったら、もう今後、遊びに行こうぜって言っても、二度と誘う、それ、もう、一生その返信で帰ってこなくなるわけじゃん。うん。だから、いや、そうでもない場合もあるけど、そうでもある場合もある。そんなシュレディンガーの猫じゃん。それが、そうなる場合もあるか、そうならない場合もあるかなんて、実際やってみなきゃわかんなくて、私にはそれをする勇気がないから、まあ一生友達止まりっていうことが起きて、そっから、恋愛に発展するってことが、まあないんですね。うん、もうこれは俺の、まあこれは俺のもう人生相談です、これは今の。うん。わかんない。どうすればいいんだ、俺は。違う。いろんなパワープレイしてきたって言っても、俺今までさ、ピアノ殴ったりとか壁殴ったりとかはしたけど、俺人を殴ったことも人を傷つけたことも多分ないと思うんですよ。うん。まあ、一回あるとしたら、その千葉ニャンとのなんかレペゼン地球のね、なんかそのイベントでなんか殴り合ったことはあるけど、あれもピエロだから。うん。わかんない。でも、いや、33、だから、もうその、だから対人関係が明らかに、だから、わかんないけど、33歳って言っても、その33年間でどれだけ過ごしてきたかじゃないですか。だから、ぶっちゃけ20、だってね、20歳で、だってもうね、もう100人とやってるやつもいるし、
そんなこと言ったらもうキリがないでしょ。年齢の話じゃないんだって。それ言ったら、じゃあ、お前らもし童貞だったら、お前と同じ年でめちゃめちゃやってるやつと、そんなさ、なんか年齢だけで比較されたら、お前らだって悲しくなるだろ。だって、例えば、フォイが24歳だっけ ?5 歳だっけ?だけど、例えば、お前らもし24歳か5歳のやついたら、フォイはもう3桁ぐらいの女とやってるわけよ。3桁じゃ効かないかもしれない。もしかしたら4桁とやってるかもしれない。悲しくならんか?それに比べて俺はってならんか?サウナの歩き方や、サウナの歩き方やばい。違う、俺その時俺足ひねってて、爪がちょっと親指の爪が割れてて、なんかそこから血が滲んでて、すり足みたいになっ、え?なに俺どこまで言われてんの?ちょっと待って。ちょっと待って、俺加藤さんにどこまで暴かれてるの?俺の生態を。ちょっと待って、怖くなってきた。ちょっともういい、もう鳩でも何でもいいから、伝書鳩でも何でもいいから、加藤さんは俺をどう思ってるんだ?なんで目細いの?俺、父親も母親も目結構パッチリしてるから、俺多分拾われてきたと思うんだよな。河原とかで。うん。加藤さんから、麻雀やりたいですって送ったら、そうだねって書いて、何そうだねって。そうだねって何?そうだねってなんだ?そうだねってなんだよ?そうだねって何?そうだねってこれ、絶対に実現しないやつだよね。そうだねって何?気遣い。加藤さんに気遣われてるの俺は。気遣われてるの?社交辞令?しばらく会えない?なんで?なんでですか?なんですか?わけがわからない。